月曜日じゃなくて木曜日、はい、YouTube ライブ八六教室チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。私たち夢に向かってリトハチミツロケットです。今夜も私たちハチミツロケットにお付き合いください。さーい、それではタイトルコールいきましょう。ハチミツロケットのハチカラうけど青は白を今日着てます。違うよ、あれモリリモ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 リ、これはこれは忘れ物です。そうやって言いつけない、これが忘れました。モリ青葉さん、はい。でもね、ここに A って書いてあるんだよ。青葉の A とエンジェルの A。 イエーイ。そういうの言い訳って言うんだよ。はい、久しぶりに。みんな見たいよ、みんな見たいよ、きれいよ。そしてあのそれ以上にね、 MC が久々のミフです。だからね、あのこういう時はあの気合が入ってるんで、何するか分かりません。おお、怖いな。いやもうそんなこと言っちゃダメじゃん。あんまり対応してない、口は言えないから。でもね、今日はね、元気に頑張ります。頑張れー。はい、そしてメジャーデビュー1年を迎えて、美に一段と磨きのかかったビューティフルガールの皆さん、ビューティフルで一つ押してビューティフル、一つ押してビューティフル、怖い。ビューティフル。それでは、はい、今夜一番、今日は海に行ってきました。海に行ってきました。季節外れじゃない。私やるよ、みんな。撮影ではカノンが。カノンは多忙な女だから。カノンは仕事があるから。一番一番一番。カノンが一番。青葉は一番。青葉は7番だよ。ね、なんでこの前出てんの。気持ちが気持ちが気持ちが。ガイア2番、今日は仕事もなかったので学校行ってきました。塚本空です。ぜひ待ちー、気持ちいい、やめてる、暇です、暇です。はい、はい、もっと暇な人。はい、今日は電車で寝過ごしました。よろしくお願いします。どこまで行ったの。うーんとね、ちょっと山が見えるところ。あれね、海はない、海も見える、海も見える。ちゃんはあのちょっとね遅れて入ってくる予定だったんだけど、うん、なんかしほちゃんも遅れてきたんだけど、なんならかのんちゃんとの距離の方が近かった。近かった、近かった、私の海に近いなと思って、そっちの方に気づいたら着いてました。すいません、うっかり。都内に集合する予定がさ、都内にいなかったよ。都内にいなかった、ほんと違うところに。はい、なんかバカ剣を持ってました。はい、花山城でーす。よっ、よっ、からも一つ飛ばして、おいよいよ。はい、今日は外羽にしたけど失敗しました。君のマイカです。失敗しても可愛いから大丈夫。いや、ダメなんだよ、なんかね、直毛だからすぐ戻りたかった。今日って6人だっけ。あ、ちょっと待って、はい、今ね、あれなの、中心らしい、中心。いや、まあ、せっかくやから、いや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 、マイカ欲しいから治った。ちょっと待って、テスト、テストラーが伝えない。あのね、今さんね、期間、あの期間、テスト期間になるといなくなるの。そう、夜病気になっちゃう。夜病気になっちゃうの。聞いて、あれ、針都市伝説って、なんか分かんないけど、お前が言うと期間になるとなんか具合が悪くなっちゃうんだよね。だから休みたいじゃん。はい、暇地を極めてます、針間玲奈です。よろしくお願いします。はい、さてさて、ガイのみんなのね、紹介にもあったように、はちみつロケットは3月7日でメジャーデビュー1周年を迎えました。では、はちろくを代表して、はい、カノンが1番、カノンが1番、じゃあ挨拶をお願いします。カノンが1番だからね、はい、1周年の1番。あ、でも、あとはエンジェルの A、 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 エンジェルの。はい、というわけでね、1周年皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。この1年間本当に皆さん、ロケッターの皆さんのおかげで、すごい密度の濃い、とっても早い1年でした。本当に楽しくて、幸せな1年を皆さんのおかげで迎えることができたので、2年目は私たち八ロケのおかげで、みんなの密度が濃くなるような1年にできたらなと思いますので、2年目もハチミツロケットのことをよろしくお願いします。ありがとうございます。いいこと言うリーダー。青葉も1番。青葉は7番。はい、ということで、今夜のハチカラゾーンはメジャーデビュー1周年を記念したスペシャルパートがいます。メジャーデビューからね、1年経った今、ZEP 東京という大舞台も待ってますし、
初心をねもう一回思い出すという意味でも今夜は意味のある回にしたいね、うん、そうですね、そうですね、はい、ということでメジャーレビュー当日のライブ模様も今夜は特別にお見せしちゃいます。やばい、恥ずかしい。でもその前にまずはメジャーレビュー1周年ということで、うん、お祝いのケーキが届いてます。じゃあ一緒にハッピーバースデーって言いながら、あ、でもあ、じゃあスパラちゃんが歌うか、じゃあ番長、番長がやっぱ番長が歌うか、私が歌っていいんですか、うん、あ、だから私たちそうやって、あの、仕切って、仕切って、はい、うん、だっけ、いっせーの、せカンピディアム今だけ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハジロケ、ハッピーバースデートゥーユー。じゃあせーので行こう、いっせーの、で、もうね、最高、最高。ちょっとさ、次はファンの人も一緒に画面の向こう側、向こう側でね。そうだよ、みんな。ちゃんと言われてからつけ直してきたよ。当たり前だわ。当たり前だわ。今のはないわ。そんな人の嘘を消すなんてやっちゃダメだよ。写真撮る、一回写真撮る。写真撮る、記念撮影。じゃあ、みんなも記念撮影。一切。スクショタイムだよ。気にしよう。じゃあ今度はみんなでやろうね。うん、そうだ。あ、なんかじゃあのんちゃん掛け声して。ハッピーバースデー。大丈夫。ちゃんとやりたい。ちゃんとやりたい。ちゃんとやりたい。1年だよ。せーのでしょ。せーの。おめでとう。いちごの数何個ある？1、2、3、4、5、6、7、8、9個。じゃあ2個食べる、2個誰か食べる、食べ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 食事を、はい、いただきたいと思います。祝辞読めた、はい、これ、ね、読み合わせの時これ何ですかって言ってました。みんな言わせてほしいですね。はい、何でもいいのでコメントを書き込んでいただけたら嬉しいです。嬉しいです。あやちゃんは独裁者だって。独裁者、独裁者って結構悪い意味だよ、悪い意味だよ、それ悪い意味だよ。ね、そんなこんなで今日のねコメント披露はきみちゃんが担当してくれます。頑張って、たくさん読むので皆さん送ってください。まあじゃあまあじゃあポンポンポン。はい、ではここで1年前をタイムスリップして、ハチロケメジャーデビュー日のイベントをね、ちょっと、はい、あのイベントの様子をちょっとダイジェストにまとめたので、こちらをみんなに見ていただか、来ていただきたいなって思います。はい、じゃあの VTR は画面が切り替わるときにちょっと黒くなっちゃうんですけど、はい、止まったりとかね、チャンネルはそのままでお願いします。チャンネルはそのまま、そのままだよ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。早いよ、まだ終わってない。まだ10分。じゃあみんな気になってると思うからダイジェスト VTR どうぞ。この7人で繋いでいる手は見えないけど、ロケッターの皆さんとも繋がっているんです。ここまで連れてきてくれて本当にありがとう。はっきりくっきり、あーっと終わりにどうしたら蜂蜜みたいな甘い食べる意味が
しおちゃんがもう最初から泣いてんだもん。なんか再現があって涙
涙が出ちゃったの。ごめん、君ちゃんの時間だ。ね、だから皆さん本当にどこまでもついてきてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。こうやって来れたこと、感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます。聴いてください、私たちのメジャーデビュー曲、ハチミツロケット黄金の七人。6位、はい、素晴らしい。
絶対に入れるぞ。何それ花山志保さんが1年前のデビューの時に言ってた一言。そう、花山根です。そんな言い方してないよ。なんかね、大事なことなのにすっごい軽くね、なんか言っちゃって入れるぞ。なんでなんで入れるぞ。結構真面目に言ってたつもりだったんだけど、なんかね、もういいですか、コメント言って。どうぞ。気になっちゃった。はい、すごいね、感動してる人がたくさんいて嬉しかったんですけど、この時一人で泣いてましたっていうコメントとか、みんなで泣こうぜ。そう、実はこの時のフレンドリームを見てロケッターになりましたって言ってくれる人もいました。それとだがしかしから八ロケを知ってハマってくれた人とかね、すごい嬉しいですよね。あと八ロケ、なんかお祝い、めっちゃお祝いのコメントなんですけど、八ロケと一緒から、一緒で、たくさんの楽しいを共有できると思ってる、これからもたくさん楽しいを積み重ねていきたいですっていうコメントもいただきました。ありがとうございます。はい、あとは自分がロケッターになってからまだ1年も経ってませんが、今まで以上に毎日の生活が楽しくなりましたっていう嬉しいコメントもありますね。いいとこで切れちゃった。あ、線の黒いってなんか消えたぞ。いや、なんかアーカイブでね、綺麗に残るといいですね。アーカイブでちゃんと見れると思うので、アーカイブこれ見えてる。初めて好きになったアイドルが八六だったって。嬉しい。めっちゃ嬉しい。やったはい、なにもうこれ映ってるよね。うん、綺麗に映ってる。はい、じゃあ、あとは昨年の夏に私たちのことを知ったので、この映像が新鮮って言ってくれる人がいます。おー、そうだね。そうだよね。新しいんですね。嬉しいね。あと、しほちゃん若い、幼稚園の子みたいって言われてる。いきなりずーです。そうだよね、ずーちっちゃじゃん、ずーです。え、キミのそれ思ったもん。私コメント自分の言い終わったと、あ、しほちゃんあの人のモノマネしてるって。してない、してない、してないよ。なにちょっと真似ぶっこんだ。ちょっと真面目なシーンだから。いや、結構真面目なんだけど。ちょっと、いや、笑いそうになった。あれもすっごい上げられなかった。ダメでしょ、しんちゃんとか用意してなかったから。ごめん、寂しかった、突っ込んでもらえなくて。どっちだよ。最初の方は言えてなかった、見えてなかった。あ、そうなの、キミちゃんのね。じゃあもう一回、もう一回言う。まあでも大した話してないですけどね。もう一回。はい、キミノさんの、ね、あとはですね、すごいグループ、ゼップが楽しみって言ってくれる人です。嬉しい。でね、やっぱあの先ほど黄金のシーンに歌ってたじゃないですか。それを見て、やっぱ ZEP の M1 は黄金がいいって言ってくれる人が結構多くて。でもいいよね、いいよね、あの流れの黄金。でも多くなりましたね、その意見。でもなんかそれとは別にアンコールに取っておいた方がいいんじゃないかっていうね、声もあるんですけど。確かに黄金衣装でアンコールでまた登場して。まあ、アンコールあるか分かりませんけどね。そうね。うわー、でもさ、ね、あの、今だから言えるこの日のエピソードとか、なんか思い出的なのある？みんな。あ、でもなんかさ、バスじゃなくて、なんだっけ、なんかさ、トラックだ、トラック走ってた。そうね、走ってたよね。なんかその日の、この日のご飯が天むすだったの覚えてる。あ、私も覚えてる。覚えてるね。天むすだった。あ、天むす食べないって言ってどっか行った。私あんま食べれなかった。なんだっけ、めっちゃ覚えてるそれ。天むすだった、天むすだった。でもなんかさ、あのこの日のさ終わりにさ、あの事務所に帰ってきてさ、あ、ピザ食べた、ピザ食べた、ケーキも食べた。あ、そうね、マジで。うん、チーズケーキ食べたもん。すごいさ、その日さ、あのお花出してもらったじゃん、メンバーね。え、あれめっちゃ可愛くない？ね、それさっき映像に載ってた。あ、だって、あ、そうだ、順位発表の時にあそこでやったんだ。そうだ。そうだ。そうだ。ね、懐かしい。リリース週すごかったよね。1年か。そうだね。屋上。ね、いやー。なんか、すごかった。サイリウムすごかったの覚えてる。入った瞬間。そうそう、お菓子から前向いた時に、黄色いサイリウムがバーンってね。そう、感動した。私たちが後ろ向いてる間に、だからみんながついてくれて。嬉しいね。いやー、懐かしいな。本当に。いや、よかったね、今本当7人で、2周年目を迎えられて。しみじみ思いますね。そうね。今映像を見てたらさ、自分そんなこと言ってたんだって思わなかった。いや、本当もう何言ったんだろうって思って。じゃあ、なんかもっとなんか深掘りしていくためにコーナーやっちゃいますか。お、はい、そうですね。
はい。お、大丈夫？大丈夫？なんかちょっと受験勉強しすぎると文字が読めなくなっちゃう。どれどれ？ちょっとね、これ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 ですね。はい。気を取り直してください。〇〇の話特別版と特別編として、はい、頑張れ、八戸の1年経った話をお送りします。お、はい、今夜はね、あのいつもはトークテーマを自由に決めてるんですけど、はい、今夜は1年経って〇〇のことをテーマにいろいろな話で盛り上がっていきたいです。はい、最初はどんな1年、あのどんな1年経って〇〇の話でしょうか。じゃあお題ボックスおしゃ引いていきましょう。てんてんてん、1年経って好きになったメンバーの話。好きになった、これは、1年経っていろんなメンバーのことを知って、この1面がってことだね。この1面が好きになった。びっくりした、今まで嫌いだったとかそういうやつだと思う。ちなみにこれの逆バージョンも入ってるから、あ、知ってしまった。探しとくから、探しとくから、話しといて。はい、この嫌いな1面を知ってみたいな。そう、なんかこの1年でこの子のこんなところ好きになったな。はい、なに、君のハリマ。え、やったー。え、なんか、え、なんだろう、ハリマのこと普通に元から好きだったんだけど、え、なんかこういうキャラ、キャラっていうかさ、おい、キャラじゃねえぞー、キャラじゃねえぞー。違う、性格さ、なんか、いや、頑張ってるなっていうのを本当に、いや、いや、なんか努力を知った、すごいハリマの、うん、努力をもっと知って、なんか、うん、結構好きになった。え、やったー、もっと好きになった、頑張ってるんだなーって。はい、おう、ソラちゃんの意外に真面目なところ。選んで、最初から真面目。でも違う、あの2年前ぐらいは結構適当人間だ。絶対変わった、絶対変わった、変わった、変わった。なんか、女とかダンスとか、まあ、それなりにみたいな感じだった。おい、だからなんだけど、もう今はもうちょっとでもいいやんの入りがずるだけで泣くから、もう大粒の涙ですぐらい、もうすごい 歌に関しても、ダンスに関しても、この MC の滑りに関しても反省するようになった。そうですね、一人で反省から反省するぐらい一人で成長しました。成長しました。そう、だからそこが好きになったなって、なんかやったー、意外に真面目なんだなって好感を持ってましたね。やったー、嬉しい。ありますよね、皆さんとか好きになったメンバー。今すごい考えてたんだけど。あります、みんな。いないとか言わせないよ。え、いる？寝ないの？なんか一面でしょ？なんか一面って難しいな。じゃあいいよ、なんかこの人全部が好きになったとかでも。全部、いや、もうなんか言ってほしい感満載やん。すごい今圧を感じたんだけど。君ちゃんが一緒にゲームやってくれるから。嫌いになったこと、このところ発見してしまったみたいな。そう、なんか、うわ、こういうやつかみたいな。あ、はぁ、はぁ、はぁ、早い早い、好きは出てこなかったけど、好きは出てこなかった。おい、待って、アムのこと指さした。違う違う違う、アムじゃない。うん、はい、じゃあいいよ。あ、やば、アムハリマー、めっちゃハリマー、イエーイ。なになに、聞きたい、違うの、聞いてほしい。そういうね、そういう話好きだから。やばいよ、イエーイ。これは、どうぞ。やばいやばいやばい、メジャーデビューして、あの3月7日、うん、1周年経ったじゃないですか。経ちました。みんなね、わかった、うん、みんなブログを一人で書いたんです。それはね、うん、ハリマが、ハリマがブログを書かない、1周年なのにブログを書かない。いや、これは本当に、これは本当に、ショック、私本当にショックだった。いや、違うの、違うの、聞いて、しかも、もう本当にショックだった。はい、はい、あと、私、ハリマと喧嘩したって言ったじゃないですか、この番組で。ハリマと喧嘩した
内容がブログに関しました。あ、なんでブログ更新しないのっていうので切れました。1年1周年の時さ、私受験勉強だったのに書いてた。そうだよ、そうだよ。もうちょっとなんで書かないの。はるまさんは、はるまさんはずっとテストなんですか。めっちゃ受験テストなんです。いや違うの、いや最近9時半に寝られるって聞いたんですけど。9時半に。違うの、一回聞こう、一回聞こう。違うの、言い訳、言い訳タイム。言い訳1個いい、うん、あの3月7日になったじゃん、うん、なんか3月7日じゃなかったの。なんかはダメですもん。いや違う違う違う、いや私のお家は3月7日じゃなかったの。違うの。あ、待って、これはちょっと違うの。それこれなんか、はっきり言っていい、あの結構寝てたので、ごめんなさい、3月7日すごい寝てたの、休みで。あんまなんかね、テスト期間中もね、睡眠時間をね削ってたってごめんなさい。本当になんか割と寝てて、起きたら割と夕方だったんですよ。で、ね、書いてある生誕も遅いしって、ね、ごめんなさいごめんなさい、君のが怒ってる。ごめんなさい。3月7日ね、いやお休みいただいたから、朝からもうずっと寝てたんですよ、うん、寝て夕方くらいに起きて、やっべ、今日3月7日じゃブログ書かないで。なんでそういうふうに言いたいの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 。なんで結構やってるの。え、気持ちをちゃんと、気持ちをちゃんと、私のおげー、私のおげー、静かに、ちゃんと気持ちをみんなに伝えなきゃって思って、いや超眠くてまぶた閉じそうだったんですけど、ほんと書いたの頑張って、で店長に送って写真3枚入れるつもりだと1枚しか送れてますね、ボケてて、うん、でそれで頑張ってちゃんと書いたの、君のは書いたんです。なんでみんなそんなさ、3月なのか私たちの一周年だよ。いや、あのね、ブログは書きたい時に書けばいいんだよって書いてる人もわかる。あのね、普段はそう、うん、別に生誕とかも個人のことだからいいけど、うん、1周年はどうかと思われる。すいません、もう1周年は1周年はこれ、そうだよ、これは読まなきゃいけない。違うんです、本当に、いや3月7日、いや、あっという間に過ぎてしまいまして、いや、まじ、うん、ごめんなさい。いや、待って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 、マジ、うん、ごめんなさい。マジじゃない、マジじゃない。いや、ちょっと待って、一回ね、いろいろね、言い訳しようかなっていろいろ考えたの、自分の。あの、ごめんなさい。いや、違うの、なんか前に立った瞬間に、いや、これは真面目なやつって思ったの。めちゃくちゃ本当に、正直に改めて書く、改めて、いや、今日、いや、ちょっと今、今考えた、1個言っていい、言い訳の1個目、パート1で、ね、言い訳言うならブログで書け。そうだよ、ブログで言い訳書け。じゃあ、はいはい、1回だけ聞いてあげる。じゃあ、言い訳パート2ね。いや、これは、じゃあ、2個あんやん。いや、マジ、マジ、あおちゃんはいつもが言ってて、ライトを。いや、後付け、今、いや、だから私は今回、あの、八からどんで、その1周年をみんなでこう、やったでしょ。はい、1周年の、1周年のその何、あの V とか見たでしょ、うん、ダイジェストとか。いや、それを見て、それをこう身にこう染み込ませて、あ、そう考えてる。いや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 、じゃあ身に染み込ませて、身に染み込ませて書いてくれる。今めちゃめちゃ考えてたんだよね、ハリマ。このさ、そう、数週間だけど、すごい考えて考えてたんだよね。じゃあ、ちゃんと書いてくれる、一周年。書いてくれる、書いてくれる、待ってるから。待ってる。うん、ちょっと待ってて。だから待ってますから。考えてんだよね。そう、今考えてるから、ちょっと楽しみにしよう。そうだね、2週間も考えてるから。そうそう、2週間、1週間か。面白いな。あとありますメンバーの、なんかちょっとここすごいところ喧嘩になっちゃうから。喧嘩になっちゃうよ。ちょっと本当に怒っちゃった。そう、ちょっとめんどくさくなっちゃう。じゃあもう一個いくらいいきますね。どれがいい、なんかもう全部見ていい。何が話したらいいよね。もう見ちゃうんだね。一番悔しかった話か、うん、今だから話せる話か、うん、1年経って成長した話なんかある。あるある。今だから言える。何あのね、メジャーデビューした時は全員太ってた。なんかよくよく見てみるとみんな丸いの顔が。ちょっと言わないで、ちょっと。特に森と塚本。やばい。いや本当に。あのね、メジャーデビューしてね、その店長とかに変わって、うん、やっぱりリーベもたくさんやるじゃないですか、うん、でね、やっぱポニーキャニオンさんに入ったということで、毎回ね、差し入れが豪華な
たの。そう、そうなのよ。そうね、めっちゃいただいて、ね。しかもよ、しかもよ、あの、いいのよ、ハリマ、ハリマ君のおらへんはね、かもともと丸いから、ごめんなんか。じゃあ、いや、わかんない、もともと悪いから。もともと丸いんですけど、メジャーデビューの日は頑張って休みました。え、今は？え、太ってる。え、ちょっと待って、私もこっち側、逆。こっち側メジャーデビューの日は頑張って休みました。マジで、あの頃の君の足の細さを。え、私も。私自分以外興味ないから。いやでも本当に環境が変わったからっていうのもあるのかね。そう、なんか見ないでほしい昔の写真は。美味しいものいただきすぎて。そうでも今でもそれから絶対なんか絶対美味しい写真が来ると思うんだ。だからそれまでに絞ろう。えだからない。だから何の写真がいいかな。無理やけ。なんだろう。まあでもねなんかこうやっていろんなね話ができて、そうなんか。なんか1年振り返ってね、うん、やはりそのブルーはとっても楽しみですけれども、そうね、温めてます、温めてますね。でね、ちょっといっぱい、もっと私ももっとメンバーの嫌いなとこにもっと聞きたかったな、ね、ちょっとやだやだ、怖いよ、カメラ回ってないとこでちょっと、なんでなんでって話はつきませんが、はいはい、次のコーナーもあるのでこの辺に、以上、ハチロケの1年間の話でした。1年目いろいろと活動させていただいたハチロケですが、2年目もねすでにロケットスタートで始動してます。イエーイ、ゴー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 。そんなことでね、あの私たちに会えるハチロケのイベント情報をお伝えします。ハリマさんお願いします。その前に店長からあそうだお知らせがあるようです。なるほど、店長になるのよ。太鼓式、太鼓式、太鼓式。あ、私のね、あのね、ちょっとあったかいのがすいません、始めますか、今日のマッサージ。あ、何がいいですか、何分にしますか。その説はありがとうございました。お前らは太鼓式言うな、お前ら。すいません、太鼓式にね、お世話になりました。すいません、マッサージして書くな、誰だった。そう、あんまこの時いなかったけど、ちゃんと見てたよ。何、はい、どうしたの。すいません、今度ね、4月3日にゼップがあるじゃないですか。はい、はい、ゼップ、皆さんね、いろいろと発信していただいて、来てねって言っていただいてありがとうございます。そうよ、実際にちゃんとチケットも買っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ということなんですけれども、ゼップなんですが、ちょっとね、うん、今現状皆さんにこう来ていただいている中で、はい、ちょっと我々がやりたいことが100だとした場合に、うん、もう一声参加していただけると、うん、確かに、うん、楽しいことがより一層楽しくできるんじゃないかなとスタッフが言ってまして、はい、題して、おみんなでステージを作ろう下積みロケット。おこのことですね。ごめんなさい、慣れてないんですいませんこういうことです。何ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、大店長おかしいだろ。えい、大店長。大店長おかしいだろ。はい、これ何かというとですね、現在ですね、我々ですね、やりたいことをやっていくためには皆さんが来てくれないといけないんですよ。はい、で来ていただくのが現状今やりたいことやるには 70% ぐらいかなと思っていて、ね、これから先ね、はい、一般販売もあるわけじゃないですか、はい、より広く、ね、たくさんの人たちにね、今見てらっしゃるロケットの皆さんに再度お友達を連れてね来ていただけるようにお願いをしに来ました。下町ロケットですか。はい、下町ロケットとは知らなかったので、下積みロケットです。下積みロケット、ロケットだけ、ね、ちょっと寄せてね、寄せていきました、はい、下積みロケットでございます。例えばなんですけれども、この 70% がこれが 75% になったりするとどんなことが起きるかというと、バン、はい、あ、現状今 70% なので、舞台がですね、基本セットが素舞台でございます。何もないってこと言わない、何もないです。素舞台、はい、可愛くされてないってこと、はい、なるほどね、あ、なるほどね、まっさらか。なので、皆さんちょっとお力をお借りして、照明を派手に、照明が派手になるムービングライトが入ります。あ、キラキラする照明欲しいな、照明欲しいよ、みんな真っ暗でやってるんですか。でもうちょっと皆さんがね、75%、うん、80% になってするとステージにセットが入ります。あれ、早いなよね。まあ、ね、ステージにセットが入るとどうなるかというと、見栄えが良くなります。確かに、遠くの人見えてる、遠くの方が、そうですね、ネットニュースに乗る時の写真が可愛い、はい、あー、確かに、いい写真が、まさにそれです。ここ書いてあります、ね、うんうん、衣装がリメイクされます。おー、いいなー、はい、されたって書いてる、みんな違う違う違う、素舞台、あ、ごめんなさい、発音悪かったね、素舞台、あ、もうそこ大丈夫です、はい、ありません、素舞台、真っ白舞台、そ
で例えばですね、今この 70% っていうやつがですね 90% ぐらいになるとおぉおぉケータリングが入ります。みんなケータリング、お願いお願いお願い、ケータリング、ケータリングが入るのか、ケータリングが入ると、ケータリングってあったかいご飯だよ。そう、そう、あったかいご飯が入ると終演後にメンバーに甘いものも差し上げられます。しかし、現状今あなたたちのケータリングは、甘いものも入りません。自前だと自前ではない、自前クッキー、遠足ではない、お弁当は用意します。遠足はやめてもらって、遠足じゃないんで大丈夫です、用意します。で、まあもうちょっとね、なんか皆さんのご協力があったりするとメンバーにスポットを当てた曲ができます。どういうことですか。例えば、スポットが当たるっていうと、例えばみふさんにスポットが当たりました、そしたらソロ曲、塚本さんにスポットが当たりましたって言ったら塚本さんとみふさんの曲だとか、あ、ユニット曲みたいな、雨宮さんと花山さんにスポットが当たったら雨宮花山さん、それはちょっとおばさんだから、で、当たんないから君の森にスポットが当たったら君の森の、はいはいはい、水出して、私たちのあ、テンション、テンション、何パーセントになったら私とカノンが一緒に、それはならないで、それはできる権利もらえますかね。ですね、それはですね、多分120ぐらい、あ、120、なおかつ頑張ろう、でもなおかつ森道氏の笑顔、あ、森道氏の笑顔か、そんな感じでね、やってるんですけれども、はい、映像収録チームが入って今回のライブが映像として残ります。おー、はい、残る、それが、パワーが残るか、それが何パー、パーセンテージね、ごめんなさい、スタッフのミスで特に書いてないんですけど現状 70% なので、皆さんのご協力を、あ、どんどん上がってきます、上がってきます、みんな大体こんな感じ、80になったり90になったり100になったりするとこんな感じで、最後こんなバックバンド&ダンサーが、すごい、え、それはバンド、それはうん、練習生がやります。やばい、目立っちゃう、美しい、美しい、バックバンドはこれ森道氏なのかな、森道氏、なんでもできるからね、レアすぎる、ちょっとね、いろいろございますね、そうだよ、みんな映像残したいよね、そう、だから皆さんお友達を連れてジェプ東京にね、今のままじゃ残んないって、すいません、頑張ろう、全然ね、ライブできますよ、もちろんライブやりますし、ライブできますが、我々が望んでいるこう楽しい空間にするためには、今一度皆さんがお友達を連れて、たくさんチケットを買って来ていただけると、より一層楽しいものが作れるので、すごい、ケータリングになるんだよ、だってぜひご協力、ケータリングだけ引っ張らないでね、ケータリングだけ引っ張らないでね、衣装、衣装、新しい衣装とかになって、そうなんです、あれだね、150% とかになったらハリマが事務所所属できるってこと、あ、すごい、やっと、やっと、長かったです、長かったです、まだ無所属、下付きハリマ、頑張ってハリマ、下付きハリマ、みんなやろう、みんなやろう、そんな感じです。すいません。いろいろとね、ちょっと喋ってしまったんですが、これ仮説のホームページちゃんと作りますので、そこにもちゃんと随時、今このぐらいチケットの方も売れ行きがありますとか、たくさん来ていただきますっていうのがちょっとパーセンテージで分かるようにしますので、ぜひ見ていただければと思います。現在はですね、ピアさんのチケット、ピアさんの先行発売を受け付けております。八色ピアって喋って。そうなんでございます。皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お邪魔いたしました。店長でした。ありがとうございました。そうですね。皆さんは多分これ見てから出てる方は多分ジェプ東京のチケット買ってくれてると思うんですけど、はい、まだまだね、私たちもっとワンマンライブっぽいワンマンライブ。そうだよ、はい、今のままだったら暗い照明になりない。カノン、カノンしかスポットが当たらない。懐中電灯。自動車、自動車、自動車じゃないからね。それはそれ面白そうですね。今度やってみたい。頑張ろう。ね、皆さん、お友達を連れて、ジェプ東京に来てくれると、私たちがどんどん可愛くなるし、私たちもどんどん丸くなるし、綺麗になっていくよ。綺麗になるよ、ほんと。いい食べ物で作られる。そうよ。じゃないと、ハリマがね、無所属のままだから、みんな。そう。皆さん、それをね、よろしくお願いします。お願いしますね。お願いします。お願いします。じゃあね、やっとまして、はい。ハリマさん。お待ちかねです。よろしくお願いします。はい、そうですね。一応言ってきますけど、無所属じゃないですからね、一応。スターダストが選び抜いた。はい、はい、
八六の、PR 大使ことハリマレーナです。イエーイ。はい、今年のね、今回も私のハリマレーナの一旦コマーシャルを開催したいと思います。イエーイ。今日だけ、振らないとダメです。振らないとは、そんな告知なんかしちゃダメですよ。やばみー。自称スタートで、待って、じゃあ、森下さん自己紹介を。はい、自称スターダストハリマレーナです。いや、おかしいだろ。はい、じゃあまずはリリースイベントから。まつげどこ行ったんや。もう言わせてあげて。ちゃんとあるからね、みんな。やっても宣伝ができない。はい、はい、はい、許してあげてください。はい、じゃあもう勝手にやるからね、みんな聞いて。はい、まずはこちら、まずはリリースイベントから。3月16日は、はい、アリオカシオさん、カシワさんですね、はい、千葉県の方で行います。はい、はい、そしてですね、リリーメ週、来週ですね、はい、来週は、都内でやるんですけど、ちょっと詳しい内容は、まず3月19日火曜日は、ポニーキャニオン、ポニーキャニオン、ポニーキャニオン、我らの、我らのポニーキャニオン。そして、3月20日ちょっと見てほしい、ちょっと私ちゃんと書いたんだ。3月20日行くよ、発売日だよ、おリリース日、ちょっとね、こちら仲良しグループ初披露します。はい、場所は渋谷、ブームさん、ね、はい、あれだよね、ちょっと戻っちゃうけどさ、柏でもやりたいと思ってるんですよ。うん、そうなのか、柏でも、あ、でもわかんない、わかんない、わかんない、柏は、柏はわかんない、柏は、柏の新曲、わかんない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 、いや仲良しグループは確定だから、みんな 100%、 いや、わかんない、わかんない、いや、ハリマがまだ温めておきたい可能性がある。ハリマの気持ち次第で変わるから、ハリマちょっとしっかりとさ、あの魂やるみたいな、みんな来てくれるんじゃない。いや、わかんない、やってまだわかんない、詐欺だから、そう、まだわかんない、そう、歌詞、晴れの日にやりたいじゃんとかあるから、まあ、いろいろハリマレーナのその日、その日次第で。はい、じゃあまずはウームってね、めっちゃ広いんだって、うん、ライブハウスなんか、そうなの、クラブみたいなとこでやる、じゃあ照明もね、いい感じに、そう、ある、だからみんな来てくれないとダメじゃん、そう、照明が、じゃあ、はい、皆さんぜひ仲良しグループやるんで、ぜひ来てください。そして3月21日は新宿丸い麺、すごいな、ないことじゃないんですけど、はい、あ、すいません、そして24日とダイバーシティ東京プラザさんで開催いたします。イエーイ。はい、そしてまあやっぱりね、私たちリリーベだけじゃない、こちらライブは3月23日ふみフェスボリューム1に出演します。そして何より大事なこと、こちらゼップ東京、はい、さっきもね店長がおっしゃってたんですけど、はい、大事、はい、一番大事、はい、4月、いや、一番大事、4月6日ゼップ東京公演の店長選考が受け、違う、ピアとピアで、ハチミツロケットスペースピアってやったら、そう、ほんと、なんか書いてないからわかんないんだよ。わかる、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 だって私渋谷の広告見に行ったからわかるよ、チケットピア。あ、じゃあ、はい、皆さんぜひ、3月22日もイベントありますよね。3月22日、やばいやばいやばい、書いてなかった、そう、そう、先生、ロブチコブシで、ずっとイゲントさんが一緒に東京に出てくれる、それ書いてないから、逆夜処方さんで行います。イエーイ、楽しみ。13時、違うよ、金曜日だわ、16時、違うよ、18時、違うよ、19時、正解、イエーイ。はい、皆さん22日は19時からたくさん、今週はね、今週ももう来週もたくさんハリマレーナに会えるし、まあ八ロケにも会える、だから皆さんぜひ、もうお時間のちょっとでも空いたよって方はぜひ来てください。さあ、以上ハリマレーナの一旦コマーシャルでした。バイバーイ。まあね、こんな適当なやつに言われてもね、しっかり来ないと思うんですけど、ハリマ以外はみんな仲良しグループなので、ぜひね、リリースに来てくれると嬉しいなって思います。はい、ここからはね、2年目を迎えた私たちのね、はい、最初の大勝負と言っても過言ではない、はい、4月6日に控えている ZEP 東京でのワンマン、初ワンマンライブ、はい、HR ハニー、あー
たんだよね。はい、もう。今日はですね、時間が。待ってて、待ってて。今日は大丈夫。はい、黙って。はい、本当に黙って。あのね、今日はね。黙って。みんな、今日は怖いよ。ということで、ちょっと1時間を超えて延長スペシャルでやりたいと思います。本当にハリはムカつくんだけど、みんなどうにかして。どうにも伝わらない。ちゃ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 ん、終わりです。はい、さあ、ここからはまだまだ、はい、ロードデイズップ東京のテーマをもとにこんなコーナーを始めたいと思います。なに、ジップ東京 M1 グランプリ。はい、大事な大事な大舞台、大舞台だよね、あれ、大舞台チェップ東京の幕開けを飾る1曲目を、はい、ロケットの皆さんと一緒に決めていこうというコーナーなんですが、はいはい、前回の配信でしおちゃんのお母さんが選ぶ F1 が知りたいなっていうね、メンバーの話いなかった。そう、いなかった。あの、すごい原山さんのお母さんの話で盛り上がったんですよ。で、ママから聞いた。そうそうそう、すごいしおちゃんのお母さん面白かった。出てないよ、出てないよ、出てないよ、出てないよ。なので、ちょっと今回はしほちゃんがね、実際にあのお母さんに聞いてきてくれたんですよね。聞いた。やったー。なんでそちらを発表していただいてもよろしいですか。いいのかな。という前に、みんなで、しほママが何を M1 に持ってくるのか、みんなで予想してみましょう。もはやそっちに。そう、予想、ね、そう、ね、大丈夫この企画。大丈夫。なるともしほのママはでも結構だからね、しほのママは結構そう、あのね、結構ちょっとあちゃちゃあちゃって感じで、はい、もうあちゃちゃあちゃあちゃだから、だからハッピー証券かな。だからハッピー証券の方も、私まだ誰も聞いてないで、なんか誰も聞いてないから分かんない。ハッピー証券のね、最初の冒頭でわーたーっていう声が入るんですよ。で、なんかそういう感じなの、志保のままで。ちょっと確かに分かる。あちゃちゃあちゃって感じだから、なんかそういう明るい感じの感じ。あちゃって母がいてもおかしくないと思う。そう、だから出てきちゃうかもしれない。でもさ、そらちゃんも今言ってたけどさ、ノンさんがすごい好きだから、そうなの、かのんちゃんがいっぱい目立つ曲とかで、でも全部だよ。だから、そらちゃん、はいはいはい、おかしいやない、一緒にいよって、わかしもーって出てきちゃう。やめて。出てくる気がする。私さ、あれ、ハニートランポリンだと思う。え、確かに、なんかさ、そう。でもさ、一回だけね、しょうちゃんのお母さん、なんかしょうちゃんのお母さんが台湾見に行ってたのね、うん、その時にすっごい盛り上がったのが楽しかったらしくて、私小指に乗っかったのっていう、私お客さんの小指に乗っかったのっていうわけのわからないことを言い出して言い出すぐらいすごい盛り上がる曲が好きだから。それムンプラだよ。あ、それムンプラだっけ。ムンプラじゃない、ムンプラだ、ムンプラ。そう、すごい楽しくなっちゃって、しおちゃんのお母さんが出た。それでなんか誰かの小指に乗ったらしいのね。ちょ、よくわかんない、よくわかんない。私たちもあったわけ、いまだに小指に乗っかったのって。なんか何回も小指に乗った。じゃあムンプライドかな、やっぱり小指に。あの、しほちゃんのお母さんが小指に乗っかった曲だと思うわ。そう、私もムンプライドな気がする。でもやっぱまた大きいゼップで小指に乗りながら小指に乗った。じゃあしほちゃん、あんた恥ずかしい。正解は、正解は、お菓子の私と蜂蜜の曲。待ってじゃあ理由を書いてもらっていい。理由は何が好きって聞いたら、突然チャララララ。可愛い。アウトロ、イントロ、イントロの音を歌い始めて、あ、お菓子なのって言ったら、そうそうそう、なんかさ、あの曲初恋思い出すんだよね。強烈な、あれはね、ハリは父も、ハリは父も、このスリートだけどね、隣
あの。ガチがやばい。あとガチはやばい。いやこっちは書けないね。すごい。本当に面白いから。すごい。でまでそんなこと言ったら家に帰って怒っちゃうんだけど。する思いなんかもね一緒に聞かせていただけると嬉しいです。はいはい、はい、ツイッターにハッシュタグ8ロケ M1 とつけて投稿してください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、続いては今週最後のコーナーです。8ロケの2年目の誓い。イエーイ。誓い誓い。はい、今夜はメジャーデビュー1周年を記念して、お届けしてきましたが、うんうん、ラストは2年目に向けた2年目へ向けた私たち一人一人のね言葉で、その決意を皆さんに伝えようと思います。絶対に2年目はこれをやりますとか、2年目はブログを毎日書きますみたいなこと、2年目は本当にね、そういうことですよ。例えばですよ、例えばあの2年目は絶対に太りませんとか。ちょっと待ってよ。ねちょっとなんでその私。2年目はあの絶対にあの身支度早くしますみたいな。今日もそう。希望を言ってくる、すごい。これを言えみたいな。カノンはそのまま大丈夫。しおちゃんはもうちょっとメイクを薄くする。ね、キミノはもうちょっと笑う。笑ってるよ。もうキミノたまにもうなんかチーってなるからね。まあこんな感じで。そう、はい、自分たちがやりたいこと発表してきました。そうですね。はい、はい、なるほどね。はい、じゃあ誰から行く？けよ。はいよ。けよ。もう決まってんじゃん。頑張れ。そう言うこと、あ、やっぱ一つしかないよ、ね。いいよ、何個でもいいよ。いいよ。何個でも言いなさい。待ってるよ。2年目の誓い。はい。2年目の誓い、まずはまずはじゃあ、うん、まずは、うん、差し入れを取りすぎないことにする。あ、ありましたね。あ、あったね。あ、待って、いいよ。違う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 。あー、いや、ユーも違う。ユーも違う。ユーも一緒だよ。いや、カバンに入れません。あ、カバン、いや、違うの。いや、だから、カバンのチャックが、言い訳じゃ、ね、ハリマさん、すっごいの。あの、ペットボトルあるじゃん。大きい、多いお茶みたいな。あ、2リットル。2リットルの。あれも持って帰るからね。え、あれも持って帰るし、いや、うん。あの、箸も持って帰る。あのさ、お弁当の箸も。お弁当のお箸も。お箸も持って帰るね。箸とおしぼりはいいでしょ。まあいいよ。まあいいでしょ。大事だね。箸と、でも、人のまだ食べてないものを持ち帰るのちょっとなぁ。そうだよ、私はちゃんとみんな。差し入れだけ。嘘つけ。これちなみにね、まだね、取ってない差し入れとかなくなってることもあるの。そう、あるの。あなたはね、あなたはね、遅いのよ。それはいけない。じゃあ、差し入れを協調性を持って、みんなに、分配しまーす。以上です。以上かよ。そんなんでいいの、2年目の時。いいの？いいのそんなんで。違うんだ、違う。ハリマの中にもブログがあるのは当たり前なんだ。何言わないんだよ。そう。月一にしよう、月一。そうです。あ、じゃあ月一で。ほんと？え？すごい。いや、もうちょい、もうちょい、もうちょい。毎月1だった、うん、毎月1だった。いや違う違う、前は2回。いや違う、前は3ヶ月に1回だった。なるほど。でも違うんだよ、聞いてくださいよ。じゃ聞いてくださいよ。違う、店長から本当にみんなブログ更新しないから、うん、隠すなって、おい。本当に更新しないから、1週間に2回はあげようみたいな。来たじゃん、LINE で。いや、来た。いや、最初の方は頑張った。え、違う、みんな頑張ったの。いや、ハリマだけ一回も頑張んなかった。いや、最初の初日ぐらいは頑張ったよ、私も。じゃあ、月1にしよう。うん、そうだね。まずは月1から。うん。まずは月1から始めよう。頑張ろう。じゃあ、約束やめたら差し入れを食べられない。食べられない。貯金賞金誰かしら。いや、ダメ。たまに買われたよ。月1。月1頑張りまーす。聞いてたからちゃんと。店長で、店長がこんなに嬉しそうな顔してるよ。でも、ま、やっと書いてくれるから。3月もちゃんとやるよ。あら、オッケー。すごいリアルだって。頑張って。スズメブログは入れないから。大丈夫、まだ半分だよ。スズメブログ入んない。入るわけないだろ。入んないの。ダメだよ。じゃあ次行きましょう。近いでしょ。はい、誰がいい？はい。
じゃあ、モリリン。ですね、2年目は、じゃあ、1年目は、これですね、2019年、なんていうの、今までは、ちょっと、私の機嫌で皆さんのことをちょっと振りましたいうことが、やっぱ、あの、近くあるじゃん。近くあるじゃん。なんか、大体、ちょっと、不機嫌だなって時は、みんなが、なんか、美味しいものくれたりとか、大体、なんか、しおちゃんが、私のお話聞いてくれたりとか、なんか、大体、なんか、みんな私の機嫌取ってるなってのは、ちょっと、常々感じてたんですけど、いや、感じてるよ、毎日、感じてて続けてたわけですか。はい。だってそれはでもやっぱアブが一番だからさ、それはなんかやっぱ譲れないじゃん。でも、なんか、でも、2年目は、うん、なんか、やっぱアブも、ちょっと、そんなみんなになんか気遣わせちゃ悪いなって思うし。いや、ほんとかよ。だから、怒るのは、しほちゃんの前だけにしようと思って。なんかしおちゃんはなんかアオバの話たくさん聞いてくれるから、しおちゃんは多分アオバのこと分かってる。あ、じゃあしおちゃんに歌を怒ってもいいの？え？ってこと？何？しおちゃんに歌を怒ってもいい的な？じゃあしおちゃんにはちょっと、しおちゃんには素の部分見せちゃうかも。ちょっと何やったら、なゆうちゃんに怒りたいとき、しおちゃんがいるときじゃないと怒らない。あー、そういうことか。仲介として、しおちゃんは絶対アボが機嫌悪いときに甘いものとかくれるから、しおちゃんに眺めてもらう。そうそうそう。じゃあ私たちは今度からモリリンの機嫌が悪くても何もあげない。じゃあうちらあれだ、しおちゃんから逃げればいい。そう、しおちゃんが逃げればいいよ。笑わない。あ、本当に青葉、カバンの中とか汚いと無理だから、その辺はみんな頑張って直してね。以上でーす。みんな汚いみたいな、みんな汚いみたいな、違うからね。みんな私の場合、直して直しなの。きれいきれい。流し。どうぞ、次どうぞ。だね、じゃあ指さして、あ、みよう。はい。あ、みっぷ。はい。え、みよちゃん。え、大丈夫？ほら、あぶれ。あ、ちょっと切っちゃったけど、大丈夫、青葉機嫌いいから。ごめん。機嫌いいから。怖っ。はい、私は、アニメのタイアップ曲をまたさせてもらいたいなって、それを宣言します。そう、ダラシカシとタイアップさせていただいた時にね、アニメリアさんに八六のこと載せてもらったりとか、そう、あと、ダラシカシの生放送の時に、八六がメッセージ、ムービーメッセージみたいなのを送って、それで、はちみつロケットさんですっていうのを、だがしかしのキャストさんに言ってもらったり、そう、声優さんに言ってもらったりとかしたのね。だから、あ、これまたもしアニメのタイアップできたら、アニメと関われる、声優さんと関われるって思ったの。うん。確かに。でもさ、私さ、みふちゃんさ、ラジオとかそういうアニメとかのやつに出れたらいいのに。ね、出てみたいの。うん。そうそう。私はそういうのをね、みんなにわからないようにしてる。うちらはさ、生かしてあげられてないけどね。でもそういうアニメが好きな方とかも、ハチロケにね、今来てくださってる方もいっぱいね、いらっしゃるので、もっともっとたくさん、アニメ方面からも、アニメが好きだけどロケット、でもあるよっていう人も増やしたいなって思うので、アニメとタイアップしたいです。頑張ろう。頑張ります。そうだね。うん。じゃあ、はい。あ、お気に入り。やばいやばいやばい。挙手制、挙手制。やばいやばいやばい。そうだね。君のは、なんだろう。もうちょっと感情を表に出せるようになりたいなって思ってます。でもさ、なんだっけ、VTR 見てもらったら分かるけど、皆さん泣かないでくださいって言うのは自分が泣いてる。結構感情出てるんだと思いますけど。いや、なんか出てる。あとは、なんだろう、素を出しすぎないっていうのも、なんだろう。それは違うから。めっちゃ素。たまにね、MC とかでボソッと言うからね。素が出ちゃうの、ちょっと思ったこと言っちゃうの。だからもうちょっとね、柔らかくいけるように頑張りたいと思います。何の力じゃん。あと2年目っていうのも、2年目、まあこれからもなんですけど、うん、ずっと7人で居続けたいなって思います。みんないなくなん、ハリもいなくなんないで。ちょっと待って待って、なんで名指ししたなんで名指ししたこれ毎度ね、美味しい美味しいネタだから。ありがとうございます。じゃあ、じゃあしおちゃん行こうね。なんで、次のんちゃん、なんで、じゃあ行こう。なんで2年目の私は、しっかりすることもしかしたら具体的にいいですか。なんか私なんかしっかりしてないですよ。だからちょっと家事とか、やっぱ19歳なんで、八六じゃないんだ。やばい、やばい、八六にない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 これ。何？え、花嫁なの？違う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 
個あれじゃん、子供最後の年だと思ってるのね、勝手に。あ、なるほどね。だから自立したいんです。あ、やっぱね、かのんちゃん最近ちょっと料理できる。そう、あの修行中。家事だから、私は。ねえ、ちょっとねえ、落ちのターンだから、落ちのターンだから。そう、だから、あの、なんかしっかりしてるイメージ持たれてるんですよ、私。なんか、ここね。できそうね。できそう、なんかイメージ負けしてるんです、現在の私。だから、確かに。そう、だからイメージが先走ってるので、それに追いつきたいなと思って。だから、ここでのキャラがリアルになるように、ちょっと。じゃあ、この1年、花嫁修行頑張って、花嫁行かれると。違う。行きませんけど、あのしっかりして、なんかしっかりしたいんです。私しっかりしてないじゃないですか。いつになったら髪の毛結べるようになるの？あ、そうだよ。そう、髪飾りも君ちゃんにつけてもらってたり、あと私なんかいろいろ字とかも汚いので。字とか？字とか？それは怖い。それは嬉しい。だから字とか見えるじゃん。なんかやっぱちょっとしたところって自分の悪いと、あのそういう部分が出ちゃうなって最近思ってるので、ちょっとしっかりしたいんです。そう、違いますよ。しっかりしたいですよ、私。ちょっと19歳らしく、ちょっと、なんか顔だけじゃなくて、あの、中身も大人になりたいと思います。顔がいいみたいな。え、じゃ、顔が、じゃ、大人じゃん。結構。そうね、おばさん。ね、うるさいよ。今、オブラートに大人って言ったのに。だから、ちょっと顔に追いつけるような中身に成長したいと思います。確かに、なんか、料理とかできた方がね、もっと、塩でのファンの方が見るかもしれない。そう、クッキング動画みたいな。完全にイメージ負けだった。やばい、私ウルトラマンみたいな漫画になっちゃう。私もウルトラマン。あ、じゃあ、ちいい先にやった。私も大したこと言わない。Oh my gosh、 すげえ勢いで飛ばしてる。すげえ怪力だ。リーダー、リーダー、リーダー。私、前髪キモ。私の顔のチェックやめてもらって。顔のチェック、顔のチェックじゃないから。かわいい、ありがとう。当たり前。私の2年目の目標は、人に挨拶するときに、こう、頑張ってタイミングをつかむことです。あー、わかる。そうだ、そうだ。そうだ、結構や、お前も。そうだ、聞いてください。はい、はい、聞いてください。これは、あの、私、リーダーあるある悩みなんですけど、あの、ロッカジャポニカの内山亜美ちゃんともね、この話はすごい、お互いに、あの、悩みがあって、こう、人にね、こう、あの、ご挨拶よろしいでしょうか、私たち、はちみつロケットですっていうのをね、こう、やっぱ率先して言わなきゃいけないんですよ。そうね、鍵声あるからね。もうこれを結構ね、あれよね、なんか、目で今日もよろしくお願いしますみたいに言っちゃう人いるからね、前で。そう。もうそれが、もうね、しんどいの、そのタイミングをつかむのが。はいはいはい。テッショウさんとかがさ、この人はどういう方ですって言うと、その方が先に挨拶してくれたりして、そうそうそう。今日はよろしくお願いしますって言っちゃうみたいな。そう。あ、行かないでってなって。ちょいちょい待って。で、それは、こうね、タイミングがつかめなくて。確かに難しいかも。あの、緊張しちゃうのね。ね、私。ね、本当に、なんかもう、声の代わりに涙が出そうになるの。あの、あなたたちは知らないだろうけど。確かにもう、だって、私たちは結構、私たちその気持ち知らないから、早く言えよ、みたいな。本当に、何が今、今、みたいな。メンバーの目が怖い。もっと優しい目で私を見て。今だよ、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 ほら、グッドポーズにしようじゃん。これから、今だよ。今だよ、今だよ。怪しすぎるでしょ。今だよってさ、これからはじゃあみんな笑顔で見て、ちゃんと挨拶も頑張るから、2年目挨拶のタイミング頑張ります。そうね、難しいよね、それ。めっちゃ、まだ叶うってなってた。そういう時、青葉ちゃんに任せてみれば言えそう。いや、言えるだろうね。ご挨拶よろしいでしょうか、担当だよ。え、でも私結構、じゃあ挨拶しますかって言っちゃう。私も結構、のんちゃん言わないと思ったら、じゃあ私もね、締めちゃって。カノンちゃん見てか、モリリン見るもん。そうだ、見てる。楽しいやつよ。言う。言う。メンバーの目が。言ってくれないから、最近は。じゃあ、うちらも挨拶しよっか。言っちゃうわ。でもなんか、確かにリーダーにしか分からない悩みかもね、それはね。2年目は、ちょっと、みんな優しく。じゃあ、みんなこれね。みんな、グッド、グッド。今だよ、今だよ。じゃあ、最後の締めに。日頃の子が家から出たの。リアリティがあるからダメですね。じゃあ徹子さん、あの2年目の誓い、やっぱ先ほどブログを更新した針間さんに激怒、激怒、ちょっとあれ本当に怒ってしまった。
まった私は。熱意があるから、はい、やっぱこの2年目、はい、しっかりと引っ張ってもらって。事務所、あ、私、あ、そうですね。じゃあ、頑張って言います。誓います。私たち、あ、そう、私がカノンと、もう、カノンとはもう婚約の誓いをしまして。もう大丈夫だからね。2年目の誓いですね。やっぱり私たちずっと言ってきてるんですけど、イヤモニ？イヤモニ。今私たち可愛いって言う。やばいやばい。いや、私ちょっと、いや、うん、ちょっとイヤモニをできるぐらい、うん、ちょっとね、大きな会場でやりたいんですよ。お2年目、うん。いいね。ちょっと2年目で、いや、またね、今回絶対やるじゃないですか。うん、それで2年目にイヤモニをする会場でやりたいっていう誓いは、すごい飛んでるなと思うんですよ、自分でも。でもやっぱり今年は私もやっぱり最年少グループがやっぱ高3最後のやっぱ高校生活最後なので、その高校生活の集大成としてもやっぱり八ロケとしてやっぱりちょっと残せるものを残したいなと思っているので、またそれもね頑張って、待ってやばい、左足つりそう、そうそうめっちゃ痛いの、そう、そこもやばい、マジでつる、はぁ、手伸ばした、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 あ、アスリートミフが嫌いが強く、すごいすごい、アスリートミフが、さすがアスリート経験してるから、でもさ、ケアをしてます、なんかさ、そらさ、伸ばして、伸ばして、あ、待って、本当にそらさ、伸ばしてないの、あ、じゃあ、なんかさ、ちょっとさ、じゃあ、塚本さん置いといて、塚本さんがこんな真面目なこと言ってたけどね、リーダーね、大丈夫？挨拶が。でも確かに、あの、イヤモニをずっとつけないって私たち1年前からずっと言ってて。ね、そうなの。そうなんだよね。でも、イヤモニつけれる会場って言ったらさ、やっぱさ、起きてないとできないからさ、あ、大丈夫か？あ、お帰りください。本当、お帰りください。慣れないことを言うのって大変ですね。そうね、ちょっと背伸びしすぎたから。そうです、背伸びしすぎた。いや、でも本当に、この7人で、やっぱ行けるとこまで行って、あの、この7人でまた、楽しくね、2年目も、あの、迎えたいなと思いました。誓います。そして私はカノンと結婚することを誓います。でも足つってなら太鼓仕切りますよ。ね、マンボの前でちょっと痛かったな。じゃあね、ここでやっぱり挨拶のことしか言わなかったリーダーですが、はい、しっかりと。まだなんかありますか？ありますよ。ね、ちょっとなんか2年目もね、ちょっとベコのなんか台本とか見せてもらってもいいですか？やったー。そうですね、やっぱ2年目も。チェン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 でーす。はい、自分するケットは走っていきます。はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、こんないい言葉を台本見て言うリーダーどういうかって話ですよね。ここにはありますよ。ではね、そんなこと言いつつね、あの、早いものでそろそろお時間なんですよ。早い、過ぎてますね。早い、過ぎてる、早すぎてる、過ぎてる。え、今着いたの？まあ、いつものようにね、MC を決めていきましょう。決めましょう。はい。そうね、武道館行きたいな、私。確かに。かっこよくないですか？きっと。武道館。いやー、ね。ね。ね。確実に目に見える成長がしたいですね。そうね。頑張りましょう、皆さん。え、その小さい目でないよ。ね、ちょっと、そう、ちょっと、見え、小さい目も見えてるから。確かに。だって、リーダー言ってたじゃないですか。はい、これから、最高の、なんだっけ、景色を一緒に見せてやるからなって。なーってね。そう。頑張ってやっちゃうかなーって。はい、1年間入れてる。4番君のでーす。イェーイ。ということで、来週の MC 登板は君ちゃんでーす。はい、頑張りまーす。頑張ってー。はい、それでは、今週の配信見てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、来週は、なんと、ゲスト会ということで、今回のゲストが来てくれるので、皆さん、ぜひ、リアルタイムでご視聴お願いします。お願いします。お願いします。そうね、あとね、この2人が楽しい企画だから。いやー、頑張る、頑張る。この2人が、あれが楽しい企画。頑張ろう、レベル上げよう。 MC さらに、だから頑張って、頑張る、気合入れてきます。じゃあ、最後に締めちゃいましょうか。はい、みんなで行きましょう。ハチミツロケットのハチカラうーっとー。有岡神話でお会いしましょう。お会いしましょう。